スのお出迎え。ここから来たんだな。ここから来た。最後止まんない。鹿島神宮だったっ
るほど。なんかここでもらえたメッセージ。うん。感動して涙が出ちゃう。ハトさんもいるし、ちょうどいいから。そう、なんか、うん、荒ぶる荒御霊をお納めしてる場所だったでしょ、そこの場所って、天照大御神にしても。なんかきっと人生生きてるうちに、なんか怒り狂う時とか、なんか腹立たしくて、なんか人としてなんかこういうふうに思っちゃいけないようなことって人間の中でも起こると思うんだけどね。でも神様もそういう荒御霊っていうのをなんて納めていて、でそこでみんなが参拝されているんだよね。なんかそれを見させてもらって、人のね人生の中にもそういう荒ぶる時があろうと、それは神聖なるものであるっていうものを見せてもらった感じがするの。なんか人ってなんかすごい辛いこととかあると、自分の人生を嘆き悲しんだりすると思うのね。なんか怒る時だってある、いろんなことがあるじゃない、人生の中に。まあ要はマイナスと思うようなものよね。なんかジェラシーでもそうだけど、もうそんな自分をなんか多分自分の中できっと好きかって言ったら嫌いな部分になるかもしれないじゃない。それは辛い思い出なんでしょうけど、でも神様の世界でもそういうのがあるんだよっていうのを見せてくれてね、それを悲観することもなく、それはダメというふうに言うわけでもなく、それでもみんなこうやってお参りしてね、神聖のものだってやっているんだから案ずることはないんですよということを伝えているような感じがして、荒御霊のその強さっていうか凄さ、大きな愛みたいなのを感じてね、やっぱ自分の中でマイナスだなって思う感情の一面っていうのは人生においてもあるから、それをなんか自分自身が悲観してたかもしれないけど、なんか全部肯定してくれた感じだった。全部を肯定してくれて、それでなんかこれから先楽しんでいきなさいみたいな。きっとこの動画見てくれてる人に対してもそれは言い伝えたいなって思った。これからもっとね楽しんで自分の人生を楽しんでいきなさいみたいな、そんな感じがしたわ。あ、涙がね出てきてしまって、深すぎてなんかものすごい感動してしまった。これみんなに伝えたいわねって思った。いいことばっかりやってることをさ、みんなは求めると思う。こうしなきゃいけない、いいことしよう、もっと頑張ろうってやるんだけどね、そうじゃなくて今までのそのマイナスと思うようなものにの中に神聖さがある、強さがある、重みがある、なんかそんな感じがしたの、そんな感じでした私どうしてもここが神聖な場所でしょうがなくて、この場所がね歌ってんのかな、そう、ちょうど結婚のお祝いだからね、素晴らしい、私の誕生日に結婚式をされるだなんてすごいね、この流滴っていうのかな、それが鳴るだけでこうやってカラスたちが鳴き始めるのもすごいよね。なんでかっていうと、どうしても本殿がスムーズじゃなくて、私の中で何かしっくりいかなかったの。なんか違う、ここじゃないんだけどみたいな。で、後ろに行った時に荒御霊にお参りさせてもらったから、こういうことなのかってすごく思った。